皆さんこんこにちは私はハワイ在住で英語発音コーチとビジネスコーチをしているアイコヘミングウェイです今日の本題に入る前に英語環境で働いていてで英語上級者である皆さんがそこからさらに上に行くための アメリカ英語の発音ポイント3つをまとめた無料動画を、えー、今シェアしていますのでぜひ概要欄の方に行ってチェックしてみてくださいねでこちらの方に登録すると12日間だけ12日間だけですその後見れなくなっちゃいます12日間だけこの動画にアクセスすることができますので必ずこの期間の間に最後まで見てで最後まで見た方には特典がありますそれは 発音レベルチェックですぜひこの機会に最後まで見てこの特典を利用して自分の今の発音レベルをチェックしてみてほしいなというふうに思いますでこの動画にサインアップした時にこの動画へのリンクっていうメールが届くんですけれどもそのメールが 迷惑メールボックスとか、あの、プロモーショナルボックスに行ったりする可能性の方が高いんですね。多分99%の割合でそっちに行ってしまうので、必ず、あの、インボックスだけではなくて、違う全部のボックスを見てみてくださいね。Alright, so today's topic. <S えーっと、死因に母音がどうしても入っちゃうっていう時のその練習方法というか考え方。 っていうのを紹介します。で、あの、私今アメリカに22、2年目、あの、住み始めて22年目なんですけれども、最近やっと分かったことが <laughs> あります。最近。やっぱね、時間かかるよね <laughs>。時間かかるんです。こうやっていろいろ教え、あの、発音教えていますが、なんか本当に教えながらもうすごいなんか学び、あの、本当に次々々ってすごいなんか学んでいってる感じがします。 で、えっ、ー、と、発音学ぶときに私たちは、あのー、死んで終わる単語とかフレーズのときに最後、母音入らないようにって習うじゃないですかで。私もそういうふうに教えてるんですけれども、でも、なかなかそれができない。で、それでなんでできないのかっていうふうに考えたときに、私もだから、前はできなかったんですよ。だから、なんでできなかったかなっていうふうに思ったときに、死因に、 母音がどうしてもくっついてきてしまうっていう状態だったんですよね。で、つまり死因自体が弱くって死因だけで成立できないから、母音があの助け。 を、あの、助け、助けの手を、あの、差し伸べてくれて、母音がサポートしてくれるんですね。だから、この状態のままで母音を発音しないようにしましょうって言ったって、子音だけで成立できないんだから、子音だけでは発音できない。だから、どういう発音になるかというと、例えば、うん例えば、code っていう発音だったら、code って今 D のとですけれども、発音が、その、まだ子音のこの、 っていうのが弱い方は、こう、こう、ドって、こう,うって言ってしまう。特に難しい単語は、lived とか move。move の過去形の moved も難しいですよね。lived の d。ここの d も難しいし、live だけのこの v だけで終わるとか、have とかのこの v で終わるとか、of とか、あ、全部 v だ。 いや、V だけじゃなくて他のも難しいんですよ。で、何が難しいかというと、特に、特に、voiced consonants の時、あの、有音のそのシーンありますよね。Mm hmm. voiced consonants の時に、そのシーンだけで終わるっていうのがなかなか難しい。で、どういう感じかというと、例えば、 うん、L とか N とか M とかは難しくないんですよね。そんなに、そんなにあの難しくないけど。でも、plosive とかあの D とか、plosive のものと f r i cative のもの。この二つが難しいんですよね。だから f r i cative だったら、だから V とか入ってますよね。f r e cative, right? だから、plosive, IPA c h a あのわ <laughs> かる方はぜひ見てくださいね。plosive っていうのは、あの一旦あの、ちょっとこう空気がなんかこう遮られて発音されるもの。だから、d とか t とかなんですね。で、その音がある voiced の plosive って言うと d とかですね。ddd とか、b とかもそうですね。えー、そして fricative っていうのは、ちょっとこう空気が出続ける音。だから、f とか。 th, <ー>とか、えー、v のブーとか、空気が出続けるシーンだけで終わるっていうのがなかなかあの難しくて、どうしても母音が入っちゃうんですね。だから、プロセ e と fricative がちょっとですね、そ,それでいて、えっ、ー、と、voiced consonants の時に難しいということ。えー、だから、この時、 この詩音を特にボイスの詩音をはっきりともうこの音だけで成立するよっていうふうに練習するといいですだから母音を入れないでだから D だったら D、D、D、D コード、D、D っていう感じですよねでも今 D、D、D すごいなんか母音入ってるじゃないですかだからこの D、D だけで練習すると絶対に母音が入るだから Code この D であの単語の最後に来る形で発音しないといけないんですよね。それで練習する。だから B とかもそうです。ブブブ,ブって言ったら今あの、のうううって入ってるじゃないですか。うううみたいな音入ってるじゃないですか。入ってる時って、うううみたいなあの母音が入っちゃってる時って声帯すごいブーって震えるんですね。D とかもそう。ドッドドて発音する時はすごいここが震える。でも 最後、うん、ちょっと震えるけどでも母音がそんなに出ていないのでここはそこまで震えないんですねであとはフリーカチェフの時はこれは本当に分かりやすい例えば V だけで発音していてで母音が入ってなかったら<ー>ここだけの振動<ー>で振動がここに出てくる感じだから喉は震えてないんです<ー>この辺はもう一切震えないですだってあの母音入ってないですから えー、例えば th の「っていう音これもここだけの振動だからここは振動しない「っていう感じ、えー、だからあの練習してて分かるんですよねでこれこれ実は私今あのこういうふうにやったこと実はこれすっごい難しい私の,あの上級者しか教えていないので上級者のもう英語環境で働いているっていうクライアントさんでもこれが あのできないなかなかできない方この感覚がつかめない方っていうのがすごく多いんですねだから V の音が「うー」って子音だけじゃなくて「うー」って「うー」っていうあの母音が入っちゃってここが「うー」って震えてる方とかすごく多いんですよだから母音と子音を切り離すってすっごい難しいコンセプトなんですねだから発声がもう全く違うだから えっと、まずは、最初に、あのー、この、母音が入らないようにするとき、入らないようにするには、子音の音を強くしていかないといけない。だから、子音の音が弱いから、いつまでも、うーじゃなくて、うーって、うー,って,うー,っ,てうーって入ってるんですよね。えー、なので、この、うーっていう、この、すごい強くないですか今、V の音なんですけど。うー、うー、うーすごい すごい振動聞こえますよね。どうですかすごいもうこの辺プルプルして下唇がすごいかゆくなる。下唇と上の歯がすごいかゆくなるくらいすごいブワーって触れるんですねで。これができてると母音の入ってくる隙間がないから母音はもう出てこなくなるんです。だから私たちは発音を学ぶときに死因だけで発音しましょう。母音は取りましょうねみたいな感じで習うじゃないですか。 私もそういうふうに実は習ってきてで、そういうふうに教えてたけど、でも最近の気づきは、死因が強くなったら母音は自然に消える。死因が弱いうちは母音は絶対に出てくるから、ここの母音発音し,しないようにしましょうねって言ったってできないんですよね。だから、死因を強くすることを考えないといけない。だから母音を消すんじゃなくって、母音を消すとか母音を入れないようにするっていう意識じゃなくって、 死因をどうやって強く発音できるかっていう研究に入った方がいいそうするとこっちができたらもう必然的に絶対にですよ母音は消えていくんです絶対にだからあのフォーカスが違いますよねあ母音入れないようにしようっていうフォーカスじゃない 死因を強くしようっていうフォーカスにしていく。そうするとこっちは自然に解決するっていう感じ。だからこっちばっかり見ててもこっちも解決しないし、これはもう解決しない。こっちを見ると、こっちはもう自然に解決しちゃう。わかりますだから私たちは学ぶときに、発音学ぶときに、いろんなテクニック習うじゃないですか。それ全部逆、フォーカスが逆。例えば、あの、 リンキングとか言って、英語は音がつながるから、音つなげようって、習うじゃないですか。私もそうやって習ったんですけど、それ逆 <laughs> 英語は音がつながらない。一個一個の音が、一個一個こう、独立してるから、つながって、聞こえるだけ。最終的に聞こえるだけで、あの、無理やりなんか意識して、ガーガーってつなげるもんじゃないんです。わかりますだから、習っていることで なんかフォーカスがだから本来フォーカスするべきのところにフォーカスしないで違うところにフォーカスしちゃうから問題がいつまでたっても解決しない。あーなんかね、発音散ん学んできた立場だからこそなんかこの辺全部習ってきたこと逆だわって最近本当に思うんですけれどもこの動画見てる皆さん英語上級者ですよね。 私のレッスンとか結構受けてきた方も多いと思います。私のクライアントさんで、えー、こういう風に動画をチェックしている方も多いと思います。So, I know <laughs> you can do this. この、死、え、因、ー、にフォーカスする。だからあの、母音をいらないことにフォーカスしないで。死因を強くすることにフォーカスしてください。そうすると、母音が入るっていうその問題は自然と解決していきます。 I hope that makes sense. どうですかやっぱ何回も聞くの大切ですからね。じゃあ最後にもう一回いきます。もう一回言います。本当にもう、あの、しっかりと聞いてくださいね。死因の後に母音がどうしても入ってしまう。例えば、lived とか moved とかかなり難しいですよね。その時に、あ、母音入らないようにしようって母音の方に意識を向けないでください。そっちの方にフォーカスしない。 フォーカスするのはシーンをどうやって強くするかこの V とか D とかの振動をどうやって出すかこっちにフォーカスすると母音が入っちゃうっていう問題は自然と解決していきます。All right, so how is it? Please let me know if you have any questions. ね、このコンセプト、本当にアメリカに21年住んで、今年22年目なんですけど、やっと分かった <laughs> やっと分かったわーっていう感じ。なんか、あの、で、あの、私、10年以上前ですけれども、UCLA で言語学を専攻して、で、えっと、音声学とか、あの、イントネーション学とか。 音韻楽とかすごい学んで、それが、その分野がすごい好きで、で、いろんなリサーチペーパーとか、え、書いたりとかしてたんですけれども、なんかね、その時の知識よりも、今の方がなんか、あ、あの時学校で習ったことはこういうことだったんだ、みたいな、なんかすごい、なんか気づきが最近すごい多いんですよね。だからやっぱりその時に学んでも、すぐには気がつかないことってすごい多いと思うんですよ。だから私の今日おっしゃしたことも、もしかしたら、5年後、 あ、こういうことだったんだって気がつくかもしれない。でも、いずれ気がつくと思います。だけど、それを、その気がつくには、やっぱりそれを普段からちょっと意識してやっていくこと、学んだことをずっと忘れないで、で、あ、こうなのかな、ああなのかなっていろいろこう考えて進んでいくといいと思います。そうじゃないとやっぱ気がつかないで終わってしまうっていうことが本当に多いと思うんですね。なので、本当に皆さんも、 あのすぐに分かんなくていいです。でも、いつかわかるだろうっていうふうに信じて、で、えー、学んでいったことっていうのをぜひぜひ練習、ずっと続けていってみてくださいね。Alright, so Please let me know if you have any questions. And as I mentioned in the beginning of the video, I have a free workshop video for you to learn high level pronunciation tips. And I know you are already working in an English environment. So and you want to go higher in your pronunciation learning, right? And then you need some um, like high uh, like a good to excellent pronunciation skills for your career in the future, then this video will help you. Understand more about American English pronunciation, and I'm talking about like a lot of cultural differences. You know the way that we move. You know stuff like that. And not just about pronunciation, but I'm talking about cultures and you know different stuff, so that you can learn so much about um, being in the U.S., living in the U.S., and being able to communicate with others. Yeah,ぜひそれをあのこのワークショップで。<laughs> えー、シェアしてることをすっごいシェアしちゃった。す、すんごいシェアしちゃったんですね。で、あのー、だから、すごいだから、すっごい情報量。だから何回か見てほしい。だって、私が21年とか22年かけて分かったテクニックっていうのを結構ポン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 入れていったから、私が例えば10年かかって、あのー、できるようになったこととかも入ってるんです。<laughs> だから、あのー、 この動画すごいなんか内容濃いのであの何回か見るといいです。一回で全部を理解するっていうのは多分できないと思う。私も21年とかかかって分かったこととかもありますから、えー、この動画何回か見てでこのポイントを頭に入れながら日々過ごしてみてほしいなというふうに思います。r i g h t so thank you very much for watching and see you guys in the next episode.